結婚してからずっと夫が気持ち悪くて仕方なかった。ちょ、雨が降るから洗濯取り込んでおいてって頼んだよね。夫を選んだのは自分だろと言えばその通りだけど、そんなんまた乾かせばいいことじゃん。うっせえな、きったな、信じられない。お風呂に入れば必ず壁に鼻くそをなすりつける。ゲッゲッ、また座ってしてって言ってるのに。立ちションするからトイレは常に汚い。ママ、またお掃除だね。うん、そうだね。掃除どころか片付けたって一度もしたことがない。シンクに灰を捨てないでよ。タバコを吸うときはシンクに座る。くちゃら、箸を握って食べる。全部義母が仕方ないわねーでしつけ放置した結果なのは分かってるんだけど、もうまたほら仕方ないわね。気持ち悪いもんは気持ち悪い。そして子供に興味ゼロ、子育てに参加する気がないらしい。パパ見て見て、僕車掌さん。飲み行く行く。息子が夫に話しかけても無視する。どうしよう、熱が下がらない。生まれつき病弱な息子が精神に関わるような病気にかかっても、うるさくて寝れねえじゃん。俺は仕事あるから実家帰ってゆっくりするから、お前は子供に専念しろよ。そんな人でも仕事だけは真面目に言ってたし、シングルマザーとして病弱な息子を養う自信も私にはない。はい、これから伺います。夫は ATM だと思えばいいんだ。私はそう言い聞かせて離婚はしなかった。そんな生活が10年続いた。同じ部屋で空気を吸うのも気色悪くて、誰が掃除すると思ってんのよ、ほんと無理。夫がいるときは別の部屋に子供と閉じこもった。気持ち悪い、もう嫌。夫はこれ幸いとゲームや実家に長電話したりして自由に過ごす。これが我が家のライフスタイルだった。ああママ、今晩ママのカレー食べたいから来てよ。ねえパパ、遊んでってば。ちゃ、電話してんだろ。それでも父親の悪口吹き込む親にだけはなるまいと子供には、パパ、僕のこと嫌いなのかな。パパは忙しいからお返事できないのよ。一緒に遊べなくてごめんね。そんな中で、きっかけは覚えてないけど、何よ、夫に私が冷遇することを責められる喧嘩をした。子供の通院が頻繁で家事がおろそかになっていることも責められた。話す時くらい人の顔を見ろ。病院病院って、飯くらい作ってから行けよ。掃除だって適当で。風呂なんかカビだらけじゃねえか。その時は私もお酒が入っていて。風呂がどうしたって。今まで言わなかったことを多分全部ぶちまけた。私が掃除しても秒で鼻くそつけられて、やる気があるないの問題。いや、あの、しかもやってくれてありがとうの一言もない。自分の息子の病名は知ってる？どんな手術したっけ？病気の本渡しても読まずに捨てたのは誰？稼ぐからまだマシに思うようにしてきたけど、やれ節約しろだの言って、食うにも困るビビたる ATM よあなたは。それに対して夫は何も言わなかった。翌日、夫は本屋で子供の病気関連の本を買ってきた。え？どういう風の吹き回し？これからは俺が薬飲ませるよ。最初は気味が悪かったけど、だんだんと、うわ、シワ伸びない、あれ。私も夫が改心したんだと思い始めるようになった。掃除機で部屋の掃除もするようになった。掃除機って腰にくるな。掃除機は部屋の入り口からね、とか小言を言いつつ、夫の後処理ができるようになった私。くちゃらなのは健在なんだけど、やっと家族の一員っぽいことを始めた夫。この先、
夫と50年一緒にいられるかは現時点ではわからない。ほら、こぼしてるぞ。あ、夫がきちんと家族と向き合ってくれるなら大丈夫かな。結婚してから初めて希望が見えてきた気がする。皆さん、こんにちは。レリアです。最後まで見てくれてありがとうございました。今日の動画はいかがでしたか？コメント欄より動画の感想をお待ちしてます。チャンネル登録もしてもらえると嬉しいな。それではまた。